自身は日本の教育研究者、東京帝国大学文学部教育学科卒、中央教育研究所、国立教育研究所研究調査部、第二研究室長を経て、1968年に財団法人能力開発工学センター設立。以後二十数年にわたり、行動を通して行動能力を育てる独自の行動形成システムを実践的に研究。 学校教育、産業教育の現場で、学習プログラム、構え案教材、訓練シミュレータの開発と、その教育実践を指導した。1990年現職で、77歳にて生居。1913年、父の認知である朝鮮環境北道新海山にて、出生。1921年、父の死去により帰国し、愛知県名古屋市に住む。 東海中学校第8高等学校を経て東京帝国大学文学部教育学科で学び、介護時を見に指示する。1937年同大学卒業と同時に、産後の指導する岡部教育研究室の研究員となり、農村や都市の勤労青少年の生活実態調査に基づく教育のあり方を研究。1941年徴兵により、 終戦まで5年間の軍隊生活。1946年に岡部教育研究室を開祖した中央教育研究所の研究員となり、海後の指導により、埼玉県川口市で行われた地域の実態調査に基づく社会科カリキュラムの開発に中核メンバーとして参画し、川口プランを発表。続いて、埼玉県引群郡三た谷村で自治活動。 特別活動を中核にした総合カリキュラム、ミホタニプランを開発、戦後初期のカリキュラム自主開発運動を牽引した。1950年、中央教育研究所に在籍のまま国立教育研究所研究調査部、第二教育研究室長となった矢口は、以後小、中、高等学校の教育過程実態調査、学力水準調査、青少年教育調査など、 教育内容の調査や授業の記録分析などを行うとともに、地域の実態調査に基づくカリキュラム構成について、茨城県上層市立三海道小学校や、富山県滑川市立北化石小学校において十数年にわたり実践を通して研究、指導した。並行して戦後の地域教育計画の講師となった。 富山県総合教育計画の立案と実施に参画、以後15年にわたり、地域の課題に取り組む、実践人の育成を目標に、座学と実習を統合した、カリキュラム、通信制、定時制の高校、教育サービスセンターなど、全国に先駆けた様々な施策の実施を指導した。矢口の研究は、視聴覚教育の研究、 特に子供が社会を探求する活動の対象となる社会科教材映画の企画、制作、普及、続いて一人一人の主体的な探求活動を促すプログラム学習の研究と教材開発にも及んでいる。1962年には全国プログラム学習研究連盟を組織し委員長としてプログラム学習の学校教育や産業教育への展開を推進した。 1965年には国立教育研究所を退官し産業界のニーズに応え日本生産性本部にプログラム教育研究所を設立。1968年には科学技術庁の支援を受け財団法人能力開発工学センターを設立し行動分析による学習システム設計の研究と実践、普及にあたった。能力開発工学センターは 1974年からは文部省の教官団体となり、学校現場ではグループによる共同的探究学習、産業現場においては従来の理論と実習を統合した共同的技術学習の教材を開発、その教育実践を指導した。1978年、能力開発工学センターの教育システムセミナーの修了者を中心に、 学校や企業の枠を超え主体的、共同的に学ぶ障害学習の場として、エイド研究会本物の教育を考える会を結成し、教育問題を中心に、家庭、社会、政治、経済、国際問題などを広く探求するワークショップを開催。研究会機関紙、アドバンスサロンを定期的に発行した。 1990年、矢口が77歳で逝去した後も、英江戸研究会は2005年まで、能力開発工学センターは2016年まで継続し、現在も任意団体として活動している。1937年、岡部長影の援助で、東京帝国大学図書館内に開設された研究室。1946年、岡部教育研究室を引き継ぎ、 財団法人、三井法音会の講演により設立されたる民間の教育研究機関。ありがとうございます。